倒的な瞬発力を見せつける新人類、安尾。バスケットをやってなくて、昔からやってるわけじゃなくて、ずっとやってなくて、ずっとサッカーやってたんだけど、小学校2年から、高校1年ぐらいまでやってて、高校3年になったら松さんに出会って、普通に出会ったのはクラブチームで、それで、あ、この人やべえなってバスケをしてて初めてそう思うことができて、この人と一緒にやりてえなって、この人と同じ舞台に立って、でこの人を超えてえなって思ったのが最初かな。高校までサッカー一筋で全くのノンキャリアながら、ストリートボーラー松との出会いによりバスケットボールに目覚める。生まれつき持ち合わせた瞬発力を生かしたワンオンワンを武器に、クラブチームから国体選手へと上り詰め、国体全国優勝まで成し遂げてしまう。そして今、ストリートボール界のチャンピオンにワンオンワンで挑戦する。絶対安尾多分初め緊張すると思うんですよ。緊張してないと言いつつ、でやっぱこう千尋にこうねやられだして、で、あーってなった時にいつも通りのこの自信ある安尾通りのプレーができて、でだん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 と安尾が調子乗ってきて、ヒエヒエ言い出したら面白くなってくると思います。あいつはお調子者だから。千尋さんイコールワンオンワンっていうイメージがもうついちゃってるけど、そこは俺が打破して、ワンオンワンって書いてやつをって読ませるようにしたい。王者千尋に挑む怪物的才能を持った新人類、その勝負の行方とは。